お疲れ様です。お疲れ様です。力です。大吉です。お願いします。お願いします。お願いします。おす。今日はですね、はい、なんと世界140カ国以上で、うん、販売されている、うん、超大人気のお酒を紹介したいと思います。140カ国以上。はい。もう世界中で売れまくってる大人気のお酒です。大人気だね。はい。しかもですよ、うん、なんと今回紹介するお酒なんですけど、うん、3秒に1本売れてるお酒です。3秒に1本。はい。3秒に1本売れるぐらい大人気のお酒です。もうすぐ売れちゃうじゃん。すぐ売れちゃうんですよ。ほら今売れた。はい。1、2、3、これまた売れた。ありがとうございます。ありがとうございます。ほらまた売れた。売れてる、売れてる、売れてる。じゃあ紹介してもらえますか。食べますよ。はい、今日はこちらです。はい、どうぞ。あ、これは売れてますよ。売れてますよね。これはどこでも見かけるやつですね。はい、本日はジェムソンですね。ジェムソンね。はい、アイリッシュウイスキーのジェムソンです。はいはい、大吉さん、はい、もちろんご存知ですよね。もちろん。はい、もう本当どこでも売ってると思います、うん、コンビニとかにもたまに売ってるし、うんうん、もちろん酒屋さんにもある、うん、スーパーにもある、うん、ドンキにもある、うん、もうネットだったらもちろん当たり前のように手に入るっていうぐらい、ね、もう日本でも超ドメジャーなウイスキージェムソンなんですけど。そうだね。はい、大吉さん、はい、ちなみにこのジェムソンはどこの国のウイスキーでしょうか。アイリッシュウイスキーっていうぐらいだから、はい、アイルランドでしょ。正解、さすがです。わかるでしょうよ。そんな大吉さんでも知ってるぐらい有名なジェムソンです。そんな大吉さんって何よ。はい、今日はこのウイスキーを紹介します。はい、はい、で今回これ紹介するんですけど、うん、ぶっちゃけもう有名じゃん、うん、今さら紹介する必要もないじゃんと思う人も多分結構いっぱいいると思うんですよ。確かに。でも改めて、うん、今回ちょっとねこの動画を見ながら、うん、皆さん一緒にジェムソンちょっと一回飲んでほしいんですよ、うんうんうん、ちょっとまた新しく感じるものがあるかもしれない。そうだね。じゃあ早速、はい、ジェムソン紹介していきたいと思います。お願いします。ということで、じゃあ飲みましょうか。お願いします。で、このジェムソンのスタンダードなんですけど、うん、やっぱり一番定番の飲み方は、うん、これなんですよ。ハイボールがもうド定番ですね、うん、もちろんストレートとかロックでも全然飲みやすいんですけど、うん、やっぱハイボールがねもうめちゃくちゃマッチするんですよね。確かにね。はい、でも今回はこのウイスキーだけじゃなくて、うん、もう一個別のジェムソン僕個人的に持ってきました。別のジェムソン。はい、それがこちらですね。多分大吉くん飲んだことないと思います。なんだろう。はい、これです。黒いジェムソン。はい、初めて見た。これはですね、うん、ジェムソンのスタウトエディションっていうやつなんですよ。スタウトエディション。はい、スタウト、うん、スタウトビールってわかる。あ、わかるわかる。そう、いわゆる黒ビールね、うん、その黒ビールを熟成していた樽にジェムソンウイスキーを詰めて熟成したっていうやつですね。なるほどね。はい、めちゃくちゃ分かりやすく言うと、もともとジェムソン蒸留所でウイスキーを熟成してたんですよ、うん、その熟成していたウイスキーを、うん、今度はビールの工場に持って行って、うん、ビールを熟成しました、うんうんうん、スタウトビールね、うん、でその後にまたまたジェムソン蒸留所に戻ってきて、うん、今度は最後にジェムソンを詰めるんですよ、ウイスキーを。めちゃくちゃ手間かかってる。そうなんですよ。なので要するに、うん、もちろんそのウイスキーの風味もしっかりあるんですけど、うん、それにプラスしてスタウトビール、黒ビールの雰囲気も感じることができますよっていうウイスキーなんですよ。なるほどね。はい、だからジェムソンスタウトエディションっていうやつですね。はい、ちなみにこれ、うん、ストレートとかロックめちゃくちゃ美味しいですよ。あ、そうなんだ。はい、でも今回は飲み比べの対象がハイボールなんで、うん、こっちもハイボールでいきたいと思います。なるほど。はい、でちなみに大吉君、はい、ジェムソンっていう名前じゃないですか、うん、そうだね。創業者の方の名前わかる？もしかしてジェムソンさんとか。正解です。あ、そうなんだ。さすが。なるほど。そうなんですよ。ジョン・ジェムソンさんっていう方が作ってるんですよ、うんうん、だからもう本当にまるまるそのまま名前がその商品名になったっていう感じですね。すごいね。はい、ちょっと余談だったんですけど、はい、じゃあ早速ハイボール飲みましょうか。お願いします。うっす。完成。はいはい、ということでじゃあ飲みますか。お願いします。まずはこっち、はい、ジェムソンのスタンダードですね。スタンダードね。もう何回も飲んでるんですけど。そうだね。また改めて、うん、ちゃんと飲ませていただきたいと思います。はい、それじゃあいただきます。スロンちゃん。スロンちゃん。うっす。あー、どうですか。飲みやすすぎる。飲みやすすぎる。もうほん
当にスムースですね、うん、こう飲んだ感じで、うん、最初にちょっとこうやっぱり優しい甘さ、うん、ちょっとキャラメルっぽい雰囲気だとか、うんうん、あとちょっとこう甘さ控えめのお菓子っぽい雰囲気、ああなるほど、そうでちょっとこう果物感も少しあるんですけど、うん、なんかこうリンゴみたいなちょっとフルーティーさが少しありますね、うん、これからの季節にマジでバリマラ一本だと思いますね、ぴったりだね、はい、で次はこっち、はい、こっちはスタウトエディション、スタウトエディション、はい、で実際ちょっと色も違うよね、うんうん、こちらがやっぱ若干濃いめです、そうだね、はい、じゃあちょっとこちらのジェムソンのスタウトエディションもいただきたいと思います、スローちゃん、スローちゃん、うっす、あーどうですか、全然違うわ、全然違う、飲み応えがゴリゴリですね、へーゴリゴリ、こっちは飲み応えでもう一回一回にしっかりとこうガツッガツッってこうくる感じ、なるほどね、うん、でやっぱりこうビールの樽を使ってるだけあって、うん、ちょっとこうビールのキレというか、うん、ちょっと苦味みたいなのを少し感じるんですよ、うんうんうん、でもなんかビールっていうよりは、うん、なんか個人的に感じたことは、うん、ちょっとこうカフェラテっぽい感じ、あ、うん、最初にちょっと苦味あるんだけど、うん、後半の方にしっかりとこう甘さがちゃんと出てくるんですよ、なるほど、うん、だからちょっとこう大人向けというか、うん、少しこうアダルティーな印象が出てるようなウイスキーですね、アダルティーね、はい、もう本当に全然顔が違うウイスキーかなっていう感じ、うん、こっちはもうごくごく系、うん、こっちは飲み応えがガツッとくるっていう感じですね、なるほど、飲みたいでしょ、いや飲みたいね、じゃあ大吉さん、はい、まあ、何回も飲んでると思うけど、うん、まずはこのスタンダード改めて飲んでみてください、はい、いただきます、いってらっしゃい、スロンちゃん、うっスロンちゃん、いくね、おほほほほ、いやいや飲みすぎだからそれマジで、うん、いやちょっと待ってそれおいしい、いや俺ももうちょっと飲もうと思ったんだけど、飲みやすい、この男全部飲んだよ、おいしいね、飲みやすいよね、飲みやすい、本当に飲みやすいんです、ジャブジャブですね、どうですか味わいは、味わいね、うん、蜂蜜感もあったね、蜂蜜ね、うん、確かに甘い感じは少しある、うん、あとフルーテって言ったら、うん、リンゴもやっぱりあるんだけど、うん、桃、うん、若干感じました、桃はちょっと僕さっき飲んだ時分かんなかったな、後で確認してください、後で確認します、はい、もうあんたが全部飲むから、飲んじゃったからじゃあちょっと次こっち、うん、スタウトエディション、あスタウトエディションね、どうぞ、いただきます、はい、いってらっしゃい、スロンちゃん、スロンちゃん、うーん、どうですか、すごい本当に飲み応えある、あるでしょ、うん、うん、やっぱりビール感あるね、ちょっとした苦味、ビターなチョコ、ビターチョコレート、うん、あのカカオが多めのチョコ、うん、でもねそれはすごく言ってることマジでわかる、うん、でちょっと僕ねこれ後で余韻の方に感じたんだけど、うん、ちょっとこう香ばしいというか、うんうん、あのなんか焼いたというかローストしたナッツみたいな雰囲気も少し感じたかな、あーなるほどね、そう、うん、本当にね全然ちゃうよね、全然違うね、そう本当に同じジェームソンなんだけど、うん、もう味わいも香りも違うし、うん、こうスムースさというか飲み応えの感じも全然違う、そうだね、でちょっと大吉くん、はい、今これ一通り飲んだじゃん、うん、ちょっと一回ボトルを見ていただきたいんですけど、ボトルよく見るとさ、うん、真ん中に赤い紋章みたいなやつあるでしょ、うん、あるね、でその上に船、うん、これどういう意味か分かりますか、いや分かんないな、分かんないでしょ、うん、っていうのも、うん、ジェムソンを作った人って、うん、ジョン・ジェムソンさんってさっき言ったじゃん、うん、で当時もうめっちゃ昔の話なんですけど、うん、めっちゃ昔のアイルランドは、うん、もうなんか海賊とかがこうアイルランドにめちゃめちゃこう攻めてきてたらしいの、ああなるほどね、でその時に、うん、当時のジョン・ジェムソン家の一族たちが、うん、こう海賊たちがこう攻め入ってきた時に、うん、自分たちを守るために、うん、海賊たちを蹴散らしたりこう追い払ったりしてたんです、すごいね、それだけじゃなくて、うん、ちょっと見えづらいんですけど、うん、ボトルの下の方には、うん、シネメトゥーって言ってねちょっとこう文字が書かれてるんですよ、うん、でこれはラテン語で、うん、恐れるものなしっていう意味があるんですよ、なすごいね、わかる、言いたいこと、勇敢、そうそうなんですよ、うん、だからもう海賊を追い払ったっていうことは、うん、もうそれ以外にも恐れるもの何もないでしょ、そうだねっていうことだとおそらく思います、うん、海賊を追い払ったらさ、うん、他に怖いものマジでないじゃん、まあそれそうだね、そうでもその結果ですよ、うん、今世界で一番売れてるアイリッシュウイスキーまで成り上がってるんですよ、そうだね、だからこのジェムソンに限らずなんですけど、うん、どんなウイスキーにもやっぱりラベルって必ず意味があるんですよ、なるほどね、そうこのジェムソンに限らずですね、うん、いろんなウイスキーたくさんあるじゃん、うん、そうだからそういうストーリーを感じながら
お酒を飲むだけでもちょっとね、よりこうお酒を楽しめるというか、そうだね、そうウイスキーの世界に入り込めるんじゃないかなと思います、うん、このジェームソンってさ、うん、とにかく飲みやすさに振り切ってるじゃん。そうだね、まあ、ジェームソンに限らずそのアイリッシュウイスキーってとにかくライトで、うん、めちゃくちゃ飲みやすいっていうのが特徴なんですけど、うん、でなぜ飲みやすいのかというと、うん、蒸留の回数が関係してるんですよ、うん、回数、はい、よく見るとこのボトルに書かれてあるんですよ、うんうんうん、ここにトリプルディスティラリードっていうのが書かれてるんですよ。はい、はい、これは直訳すると、うん、3回蒸留って意味なんですよ。3回蒸留、なぜ3回蒸留してるのかというと、うん、まあ、一般的にこうスコットランドとか、うん、まあ、日本のジャパニーズウイスキーは2回蒸留が主流なんですよね。1回多いんだじゃん。そうです、アイルランドはなぜか基本的には3回蒸留が基本なんですよ、うん、っていうのも蒸留回数が増えるほど、うん、余計なこう不純物とか化合物が取り除かれるんで、うん、よりクリアで綺麗な酒質のアルコールが生成されるんですよ。なるほどね。そうです、だからそれが最終的にめちゃくちゃライトで飲みやすい味わいに仕上がるみたいな感じなんですよ。なるほどね。そうです、このジェームソン飲んだことない人は、うん、マジで1回飲んでみてほしいですね。そうだね。でちょっと変化球でこういうスタウトエディションとかを飲んでみるのもありかもしれませんね、うん、はい、ということで今日は世界140カ国以上で販売されていて、うん、そしてなおかつ3秒に1本売れている、うん、世界で一番販売量が多いアイリッシュウイスキージェームソン紹介しました。はい、ということでじゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います、はい、ジェームソンの詳細は概要欄とかにも載っけとくんで、うん、ぜひ気になる人はチェックしてみてください。はい、ありがとうございました。バイ。